北口改札口ホーム編浜駅は静岡県沼津市今沢にある東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は CA04 沼津市郊外の片浜地区にある駅。国鉄分割民営化直前の1987年3月に開業した国鉄最後の旅客駅の一つである。運行形態の詳細は東海道線を参照。 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。北側のホームは上り列車が停車する1番線。南側のホームは下り列車が停車する2番線である。ホームの有効長は10両編成分であり、2004年10月のダイヤ改正まで当駅を発着していた JR 東日本から直通の十一両編成の列車は最後尾の車両をドアカットにしていた。駅舎は ホームの上空に設けられた、京上駅舎で、北口と南口の二つの出入り口がある。駅舎とホームの間や駅舎と出入口外の間は、階段でつながっている。また、2007年に、駅構内に、エレベーターが2機設置され、ホームから駅の外へ渡されていた、車椅子用スロープは撤去された。エレベーターは、安倍川駅と同様の仕組みで、北口、駅舎用と、 駅舎1番線関用を兼ねるものと南口駅舎関用と駅舎2番線関用を兼ねるものがある。駅舎内部には JR 全線切符売り場や自動券売機があり、改札内にはトイレが設置されている。改札口には扉が省略された簡易型の自動改札機が導入されているが、友人の出札窓口もある。当駅は沼津駅が管理する。 業務委託駅であり、駅業務は委託先の東海交通事業の係員が担当している。ただし、夜間は係員が配置されない無人駅となっている。静岡県統計年間によると、2019年度の1日平均乗車人員は2493人である。近年の推移は以下の通りである。駅周辺は沼津市郊外の住宅地である。 北側の出口を出ると小さな路地に出る。今沢団地へは北側の出口が近い。南側の出口を出ると整備された駅前広場に出る。駅前広場にはバスなどが発着するほか、交番がある。駅前広場を出ると旧東海道があり、すぐそばには西遊学士がある。また少し離れるが片浜市民窓口事務所もある。注釈出店。 ありがとうございます。